フルルビプロフェンとは、化学式 C15H13 フェードアウトにで、表される、フェニルアルカン酸誘導体の一種である。プロパン酸系のヒステロイド性抗炎症薬として、関節炎による痛みの緩和などに用いられる。なお、フルルビプロフェンは、キラール中心を一つ持っていて、基本的には、羅セみたいのままで使用されている。このうちの S 体のみのものを、S フルルビプロフェンといい、 2016年現在、S フルルビプロフェンも臨床で使用されており、英語圏などでは、タランフラービルなどと呼ばれることもある。なお、静脈注射用にフルルビプロフェンアキセチルも開発された。白色の結晶性粉末で弱い刺激臭がある。メタノールエタノールアセトンジエチルエーテルに、液用、アセトニトリルに加用、水に難用、共造異性体があることが知られている。 従来は、ラセみたいのままで用いられてきたものの、シクロオキシゲナーゼを阻害するのは、S 体のフルルビプロフェンである。そして S 体のみのものが、S フルルビプロフェンとして用いられる場合もある。プロスタグラン人生合成酵素である、シクロオキシゲナーゼ阻害作用により、消炎、下熱、鎮痛作用を持つ。フルルビプロフェンを含む、調布薬が、アドフィード、ステイバン、 ゼポラスの商品名で、内服薬がフロベンの商品名で販売されている。S フルルビプロフェンは調布薬がロコアの商品名で販売されているが、2枚で薬物濃度がフルルビプロフェン内服薬の通常容量等余時と同程度に達するため、1日あたりの使用は2枚までに制限されている。内服薬は胃腸症状などの副作用が生じることがある。 プロドラッグとしてのフルルビプロフェンアキセチルは1992年に、がんの鎮痛などを効能として承認され、ロピオン中などの商品名で、腸脈注射用脂肪検学液が販売されている。ありがとうございます。